はいさい、山田バサラヤイビン。本日は7月の21日の午前10時半 ?11 時 ?11 時前ぐらいだと思いますね。今姫路のですね、これは南の畝の町と書きまして、能年町と呼ぶそうでございます。能年町のですね、振り向き地蔵村というところに来ておりまして、この今回姫路の滞在中、一番なんか僕の中で、まあツアー中ね、いろんなところお参りするの好きなんですけれども、一番なんかこう落ち着くというか、すっきり、落ち着く場所すっきりじゃない、落ち着くね、スッとする場所だなと思ってですね、今から僕は神戸の空港に向かうんですけれども、最後にですね、このお世話になった振り向き地蔵村、地蔵村さんの方に来てですね、今動画を撮ってるところでございます。なんか振り向き地蔵村はですね、昭和8年にですね、満州事変がありまして、その時に、満州事変にですね、まあ兵隊さんがですね、まあ召集されまして、そのものすごい、足の、怪我をですね負ったらしいんですけれども、まあずっとね、このお祈りしてたらしいんですよ。良くなりますように、良くなりますようにってね、そういうふうに祈っていたらですね、すごく届いてね、神様に、天に届いてですね、無事回復したね、負傷した足が治ったということで、まあ、それでね、まあ、この振り向き地蔵村というのがね、建立されたという話なんですけれどもね、まあ、ちょっと僕もこの情報しか読んでないのでね、まあ、うろ覚えなんで、もしね気になる方がいましたら、この能年町、南の畝の町の能年町のですね、振り向き地蔵村というのでね、調べてみてください。こんな感じでそうやってるんですよ、山田バサラ。なんかね、今日ツアーの最後なんで、いろいろね、台本にね、あんなこと喋ろう、こんなこと喋ろうっていう風な、まあこうちゃんと ネタを書いてですね、仕込んで喋ろうかなと思ったんですけれども、まあ構えないでね、構えないで、すっと僕自身が今こう思いをですね、おしゃべりすることがですね、一番しっくりくるんじゃないかなと思ってですね、まあまたね、おいおい沖縄に帰ってきた後、いろんなライブの総括とか気づきとかをね、細かくおしゃべりすると思いますけれども、まあまあ今日はですね、これから那覇に戻りますよという直前の僕の今のね、まあこの1週間の旅についてのお話をですね、したいと思います。本当ね、この関西ツアー、まあまあ日程でいうとちょうど日曜日から日曜日の1週間で、ライブの数は5公演ね、大阪4会場、そして姫路1会場の、計5公演ということで、まあまあツアーとしては短い、ツアーだったんですけれどもね、まあ2024年県外ツアーとしては初めてということもあってですね、まあ僕自身も思うところがあったし、そしてシュガーホールもですね、ある来年の4月の27日のシュガーホールに向けてのですね、まあタイトルもね、2024、シュガーホールへの道ということでね、ツアー回りしてまいりましたのでですね、そういう意味では僕にとってはすごく大事な、この関西ツアーで、ございました。本当ね、このツアー中はいろんなね、偶然みたいな、奇跡みたいなことがね、いくつも起こりまして、旅に出るとね、そういうことってよくあるんですよ。なんでこの人とここで会うかなとかね、なんでこの人の話が出るかなとかね、なんでこのタイムでこのタイミングでこんなヘマをしちゃったのかなみたいなですね、そういうことってあるんですよね。そう、そのね、いろんな経験して、まあ、いろんなこう
こんなことってあるのとかね、すごい奇跡みたいなこととか、こんな人とこんな場所で出会ったとかね、このひっくるめて思うことはですね、まあ、人間ってさ、結局は死ぬわけじゃないですか。死に向かってるわけじゃないですか。死にね、デッド、ね、死に向かってるわけじゃないですか。そう考えるとですね、例えば今起こってる、今現在起こったことっていうのが、例えば誰かに言われた嫌な言葉だったり、あ、こんなヘマしちゃったっていうことっていうのを、僕らはその瞬間をね、前向きに、あ、後ろ向きにね、そうそう、後ろ向きに捉えがちでしょ。人になんかこう、今この瞬間、例えば来た瞬間になんか怒鳴られるとかね、殴られるとか急にあると、それはもうなんでこんな、ここでこんなひどい目に遭うんだろうっていう感情になりがちじゃないですか。でも結局人間っていうのは死に向かってるわけで、そうなると結局いいことだと思ったことが、実は次の瞬間マイナスに見える、今セミが鳴き始めたんですよね、ことが、起こる。で、逆になんかこうトラブルだと思ったことが、実は次のステージに行った時には、あ、いいことにつながるきっかけだったんだなっていう風なことってね、そういうことの繰り返しで人間っていうのは、まあ死にね、向かっていくんだなっていう風に思いました。だからヘマした、今回もね、いろいろヘマしたことあるんですよ。なんか例えば、ホテル連泊しててですね、もう一泊取ってるって思ってたのに取ってなかった。だからもうホテルの方からね、全部荷物とかね、なんていうの、もう全部取られちゃって盗まれたわけじゃないよ。全部もうチェックアウト過ぎても、僕ジョギング中だったのでね、ホテルの方たちがね、もう本当に申し訳ないんですけど、全部ね、荷物なんかをね、下に下ろしてくれましてですね、その時にね、いや、めったにこんなヘマしないけどなみたいなですね、思ったんですけれども、それもなんかよくよく考えたら、次のなんか偶然みたいに思えることに出会えるための、例えばそういうことでしっかりこういうことをしなきゃいけないと思うようになったとかね、時間をこう早く行動しなきゃいけないと思うようになったってあるわけですよね。すると次のステージではこんな人と出会えたとか、あ、そっか、こういうことが起こるためにもしかしたらこんなねヘマも したのかなとかね、思ったんですよね。そういうことの繰り返しなんだなというふうに思いました。まあ、そしてまあ僕個人的にはまあ今ふと思い出したんですけれども、例えばね、お坊さんが見に来てくれました。大阪でね、イチャリバっていうお店をやってるおばさんがね、初めて僕のライブを見に来てくれました。でね、まあ本当におばさんももう本当に、なんていうかな、人生働きづくめのおばさんなんでね、大阪に出てもう何十年ですけれどもね、おばさんは、まあ繁華街にもほとんど行かないし、映画もほとんど見ない、見たことがないって言ってましたですね。なので今回ね、忙しい折に僕のライブを見てくださって、本当ね、ライブ終わった後本当にね、お、いいライブだったよって言ってくれたんですよね。それがもうとっても嬉しかったですよね。きっとお世辞じゃないんだろうなと思いました。きっとね、こう、甥っ子がやるライブって、なんかこう、どんなもんかなってきっとね、思ってたと思うんですけど、見てみたら、なんだ、結構しっかりしてるじゃんって思ったんじゃないかなっていうふうに、僕はそういうふうにおばさんの雰囲気を見て感じましたのでですね、もっともっとね、こう、活動、励んでいこうかなというふうにね、ますますか、思いました。そしてそうですね、このツアー中に持ってきた CD はね、全部売れましてですね、完売、T シャツもあと1枚ということでね、まあまあ売れ行きもまあまあで、まあまあおばさんが結構ね、やっぱり応援してくれたんでね、買ってくれたんで、それもあるんですけど、でもトータルでね、どちらにいずれにしてもですね、 CD もいろんな場所で購入していただいて、このツアーに持ってきた分の CD は全部売れました。で、あと実際に残っている在庫のサラバンジという僕のね、ファーストアルバムの CD もお家にあるのだけであと 3,4 枚ぐらいだと思いますので、さあどうしようかなって今考えてます。
の売り方とかね、いろいろ考えてます。はい、ということで、やっぱこうずっと5日間ずっとライブ旅の続きでね、1日だけオフがあったんですけれども、オフは嬉しいんですけれどもね、でもオフはオフで何したらいいかなみたいなですね、思いますですね。あの、例えばあの普通のホテルね、だったら普通のホテルっていうのはあのちゃんと自分の個室があって、あのシャワールームとかもちゃんと、ね、ある、ね、ビジネスホテルだったらですね、まあ、あのずっとね部屋でね、ホテルの部屋でゆっくりしてるっていう手もあるんですけれども、カプセルホテルだったんでね、なかなかこうあの一人でじっとできる空間ってなくて、こう周りの気を使いながらということでね、だからオフはオフでね、あのどう過ごそうかなみたいな、だからオフなくてもいいなってちょっと思った。でもオフがないとやっぱオフが欲しくなるから、でもその休みもですね、ちゃんとこういろんなこと工夫しながらねやっていこうと思いました。はい、ということで、まあ、もう10分過ぎましたので、あのこれから僕は那覇空港にね向かいますので、また明日以降動画撮っていきます。またあの SNS でね、いろいろ TikTok もやってるし、あのインスタグラムとか、やってますんで、 X やってますんで、よかったら、フォローとそして見てくださいね。各地の皆さん本当にお世話になりました。では沖縄に戻ります。